こんにちは。2021年4月30日です。2泊3日から出てまいりました。今回は室内の20軒道路の桜、そして浦川にあります西茶桜並木、それからその近くにありますお化け桜ですかね、こちらの方がお化け桜の方が公開になりましたんで、そちらの方に行ってみようかなというふうに思います。そして今日の宿泊は峠を越えましてコスモール大気あたりを予定してるんですが、そこまで行けなければ襟裳岬で車中泊させていただこうかなというふうに、思って出てまいりました。天候は良くありません。ここあと5日か6日間はずっと雨ということだったんで、いつもですと天気のいい時出てくるんですが、今回はそれは待ってられんぞということで出てまいりました。日高の方はですね、それから帯広の方、今日と明日、そこそこ雨が止むということなんで、それを期待しております。現在は雨が降っております。なんで車の屋根にポタ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 雨だれが落ちる音が聞こえるんじゃないかなと思います。まあこれ作った時にですね、4年前作ったんですが、その時にもう分かってました。でも将来上の方に太陽光パネルを載せるからいいやということだったんですが、それから4年経ってもまだ太陽光パネルは載せておりません。走行充電で十分間に合ってるという状態なんで、いじっておりません。今回またお話、神仏に関してお話しさせていただこうかなと思います。残りは60本だったでしょうか。まあ勝手に下げてます。いろいろお話しさせていただきました。徳の積み方、癖をなくす、それから、妙徳、いや、妙覚、とかいろいろこうお話しさせていただいております。それからこれからタイの方に入っていくんですけども、なかなかそれは難しいんで、もう一つだけまた、2つか3つちょっとお話しさせていただこうかなというふうに、思います。日々の生活の中に整理整頓、それから神社参拝、それから、まあ、1日、15日は神社の日ということ、まあ、今まで私が申し上げてきたことは、私身についてます。やっております。朝起きましたら今日どこどこどこ行きます。今日は、こう来るんで、こういうルートで休みな、ここで休憩しながら来ますということを、申し上げて行ってきますということで、出てまいりました。まあ、天候の方も、そのおかげでですね、いざ、撮影するとなった時には雨が止むと、これが毎回のパターンですが、今回もそういうふうになっていた なればいいかなというふうには期待しています。神仏のお話なんですけども、まあ前も言いましたけども、お坊さんのお経を受ける、そして神主さんのお祓いを受ける、あくまでも受け身です。これが自分でできた方がいいですよね。わざわざ神社まで、伊勢神宮、住吉神社まで出向いてお祓い祈祷を受ける、それよりも自分でできた方がいい。それからお坊さんの場合は、まあ、檀家さんの場合は毎月来てくれますけども、お坊さんにお経をあげていただく。自分でできれば、呼ぶ必要もないし、お金もかかりません。行く必要もありませんということで、非常にいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、そうなっていただくためにですね、少しだけお話しさせていただきます。今回はですね、県政公です。まあどんな字かちょっと難しいですけど、県政公、県は貫く心です。政は誠です。公はやり続けるということです。断なく間なく間を空くことなくマイペースでやり続ける、県政公、これが公がやり続けるということです。県は貫く心、したがってこれを私はやるんだということが大切ですね。私は自分が神主になってお祓いして、いるんだ、私はお坊さんになってお経をあげるんだという気持ち、これが剣ですね。こういう気持ちが大切だと思います。あと聖はこれ誠ですね。誠もまたこの誠っていうことに関してはまた難しいんですけども、このことに話してはまた奥が深いですね。まあ皆さんそれなりにいろいろ考えられればいいんじゃないかなというふうに、思います。まあ貫く心があまりありすぎてもこれが我になりますし、我ができると妙徳がちょっと薄れてくるという、妙覚ですか、それが薄れてくるということもありますので、その辺のほどほどのバランスですね。バランスが大切でないかなというふうには思います。まあなかなか難しいんですけども、まあ我をなくすっていうことを、まあ
まあ、嫌なことはすらっと言ってしまうと。で、いいことはしつこく時間かけていいんだということはしつこく時間かけて言うということも結構大切なことだと思います。そうすると、まあ、我がなくなってくるかもありません。嫌なことはさらっと。いいことはしつこく、しつこいぞと思われるぐらい、やるということです。まあ、剣成功の剣は貫く心でこれをやりたいんだっていう意思表示ですね。目標です。それがあればいいんじゃないかなというふうに思います。今までは受け身で、受け取った。で、今度から自分でやれるぞ、自分で神仏を動かせるぞというふうなこと、の気持ちですね。剣ですね。姓は誠。誠は、誠ちゃんって言いますか、なんて言いますか。難しいですね。これはまた、次回、ちょっとお話しさせていただこうかなというふうには、思っておりますけども。まあ、今まで私が申し上げてきたことが、日々、自然とできると、身についてできるというふうになれば、神仏もだんだんこう、動いてくれるということになるんじゃないかなというふうに、思います。ちょっと天気が悪ければ、天気を良くすると。よくするっていうかですね。まあ、雨がこう、止んだりなんかするのは意外と簡単みたいですが、雨を降らすっていうのは非常に大変だと思いますね。まあ、雨乞いの儀式とかありますね。多分儀式をやんないと雨は降りませんね。雨を止めることは、まあ、そこそこ止まるんでないかなと思うんですけども、まあ、皆さんがもし神仏を動かすことができるようになったら、まずは、簡単な雨を止めてみるということです。雨を止ますということですね。それができれば、まあ、十分、聞いてくれてるんじゃないかなというふうには思うかもしれません。まあ、浮かみでやるのと自分でやるのは、えらい、レベル的に、違うということは、前も申し上げた通りです。まあ、好きなことをやらないと長続きしません。したがって、まあ、ある程度こういうことが神仏に関して好きであれば、まあ、私のこの話を聞いていただいて、実行していただいて、身についていただいて、そのうち、残り60本聞き終わる頃には何か感化できてるんじゃないかなというふうには思います。ですね、まあ、日々の行いですね。この日々の行いが、まあ、言ってみれば誠ですね。まあ、徳を積んだりいろんなことをしていきますけども、それがそのすべて積み重ねが誠なんですよ。だからこの剣成功の誠、それを断なく堪なくこうですね、やり続けるということです。日々、剣成功ができていて、それがどのぐらい続けるか分かり続くか、やればいいのか、まあ、はっきりは言えません。個人的なものがいろいろあるかなと思いますが、まあ、身についてしまえば全然苦にならなくできるんじゃないかなと思います。まあ、そのうち、ちょっと今日はここ行きたいな、雨だな、雨止んでくれればいいなというふうに思ったぐらいで、雨が止んでるかもしれません。そこまで行けば、最高いいんじゃないかなというふうに思います。今回車窓動画なんですが、シューパロコですね、夕張のシューパロコ周辺を、撮影させていただいてます。ちょっと雨が降ってますんで、横着を越えてですね、車から出ておりません。車の中からちょっと望遠使って、撮影させていただいてます。シューパロコの水もですね、まあ、なんて言いますか、雪解け水と雨ですね、その関係で色が変わってまして、水位もだいぶ上がっているみたいです。夏になりますと、こうキャンプということで、下の道をゲートを上げていただいて、下の方に降りていくことができるみたいですが、今回ちょっとインターネットで調べてみましたら、まだそのような、情報は、載っておりませんでした。今回はシューパロ湖、それから夕張メロードを通過いたしまして、それから裏道を通ってビラトに出ます。それから無料の高速道路を、通りまして、どこだこれは、サラブレッドニーカップですね。そこで一休み、それから、20軒の桜というふうに、走っていこうかなというふうに思います。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。